とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではやっていきましょう。今日はミファーの装備全3種類あるんだけども、すべての隠された刻印を紹介します。それでは早速いってみましょう。それではまずはこの装備、旅人の槍、ついてる刻印が空中攻撃ダメージが 10% アップする。そして通常攻撃の最後がクリティカル攻撃になる。まず空中攻撃のダメージアップ、これはいいね。ミファーは空中攻撃することが多いので、このスキルは嬉しい。しかし2つ目のスキル、クリティカル攻撃になるやつね。通常攻撃の一番最後が、クリティカル。クリティカルっていうのが敵の弱点を露出させずにゲージを1つ削るっていうやつなんで、微妙なんだよね。おまけ程度のスキルなので、ちょっとこの装備は微妙かな。続いてはこれ、ゾーラの槍。特性を見てみると、売却すると売り値がアップ。2つ目に空中攻撃ダメージ 22% アップ。まあまずはね、空中攻撃ダメージからいこう。これはいい、このスキルはすごくいい。だけどもなんで売り値アップがついてるのかって、これ不思議なんだよね。これがついてることによってこの装備はいらないっていうことになります。それでは最後の装備、降臨の槍だね。まず1つ目、必殺技ゲージが 11% 溜まりやすくなる。そして2つ目、着地の時に 11% で衝撃波が発生するです。必殺技ゲージが溜まりやすくなるっていうのは嬉しいよね。そしてもう一つの着地の時に衝撃波が発生する、まあ 11% の確率だけども、ミファーは滝登りで結構空中で攻撃してることが多いので、まあそこそこ発生率は上がってくるのではないのでしょうか。はい、それではですね、今日はミファーの装備全部で3種類あるんですけども、すべての隠し刻印を紹介してみました。どうでしたかね。他のキャラクターの隠し刻印も紹介してます。そっちもぜひチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。